はい、3月19日に行います林指定機能改め指定公演、そこで、ミダーレを回れます地毛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このミダーレという曲ですけれども、もともとは症状という曲だと思うんですけれども、まずこの症状とは一体どのような曲なんでしょうか。症状は終言曲の一つです。赤いお酒のせいで、少女が楽しく舞い遊ぶ曲となっております。はい、その少女がですね、この度この乱れというふうな小書きになるかと思うんですけれども、この乱れ、どのような変化が起こるんでしょうか。乱れというのは特殊演出ですごく重たい小書きになっております。少女が海の上、波の上を歩いたり、お酒を汲んだり、特殊な方がたくさんある小書きになっております。ではですね、この度この乱れを選ばれた理由は何でしょうか。去年借居獅子をさせていただきました。今年は乱れということで、自分にとって大きなハードルの高い曲を選ばせていただくことによって、芸の力が上がるように精進していきたいと思います。ちなみに今、おいくつなんでしょう。昨日35になりました。昨日35、はい。35歳を迎えて、去年借居、そしてこの乱れを舞うと。借居は去年させていただいてとても楽しかったので、これから先、何度でも務めたい曲と思っております。乱れもそうなるように頑張りたいと思います。ではですね、この乱れに向けて今取り組んでいることとか、思いをお話しいただきたいと思います。乱れというのはその今までにないような動き方、型がたくさんございますので、それをよりよく見せるために、一番必要なのは先輩たちからも言われますが、筋トレかなと思います。先ほどですね、この舞台で少しお稽古をされているところをですね、撮らせていただきました。それとプラス、三方まどかさんからのちょっと注意みたいなものも撮ってございます。それを受けましてですね、さっき稽古した感じ、自分の中での感触をちょっと聞いておきたいなと思います。まだ完成には程遠いと思っております。これからまだ日はもう迫ってきておりますが、稽古を続けて、より良いものにしていきたいと思います。完成しますか。完成させます。もう少し自信を持って完成させます。ありがとうございました。能楽師って不思議な、職業でして、すぐに能装束とか、で遊び出すんですよね。今ね、突然装束をつけ出すっていうことをやっております。こんな予定なかったですよね。横さん切るいうかいやで、ハンディのサイズとカラオリってあるから、よし、大坪って初めてかもしれない。しんどいね。はい、さっきから言ってある大坪と小坪の違いは何なんですか。ここの坪の大きさ、ここが坪になったことです、うん、これが坪の坪を表現してる。症状みたいなものは周辺性があって、だからちょっとこう大きめに応用につけた方がいいね。大坪小坪は大小ってことですね。大小、大小で小坪っていうのは、あの付け方がこの元に違うて、紐が内側から来てペタッと体につける。なるほど。これはこうです、はいはい、ボリューミーな感じ。ボリューミーですけど、ふくよか、ふくよか。これ誰が考えたんでしょうね。襟を3つに折るとか、ざっとつけると。そうですね、大坪とか特に。これ本来ならこれ襟を3つにこれ折って、ここ糸止めしてるんですよね。そうです。こんなことですよね。ざっとつけて、はい、ああ、